さあこちらでございます、伊藤忠商事やな、ビッグモーター再建最大200億円支援が検討ということでね、子会社などと受け皿の、新会社設立へと書いておりまして、伊藤忠がビッグモーター引き取るんやみたいな大阪に行ってる人やったらね、あの伊藤忠商事ってどこにあんのって言ったら、あの御堂筋と中央通り交差するとこにあんのよな、伊藤忠のビルがドカーンってあんねんけど、まあ伊藤忠商事にしてみたら、まあいい買い物やんね、これね。200億で、200億円で、まあ全国のね、あの中古車販売とか、全国の中古車販売とか、そういうような設備とかを全部引き受けれるっていうことやればね、これすごいね、お買い得なんですよ、考えようによったら。ただお客さんがこれからも伊藤忠が親会社になってもね、まあ来んのかどうかなんですよね。でおそらくだから僕のね、推測だけで言いますけども、おそらく伊藤忠は大阪やったら帝国データバンクなのかな、帝国データバンクとかいろんなところを使って、多分、ビッグモーターの社内の資産やな、どれぐらいのお金で、あと持ってる、現金とかもしくは借金とか全部調べて、でまあそのまま新しい会社を作って、そこを受け皿にして、まあ新しく変わりましたっていうことをやって、でゆくゆくは自分たちの事業の柱の一つにしたいっていうとこなんですよ。であれば200億円っていう金額は決して、高い買い物ではないなと僕は思うけどね。これね、僕はね、伊藤忠商事よりもオリックスが行くかなと思ったんだけどな、ビッグモーターにはオリックスが業界の業界のハイエナと言われた、業界のハイエナと言われたオリックスが行くと思ったんですけどね、今回伊藤忠商事が行くみたいね。子会社の伊藤忠、エネクス企業再生ファンドの、J ウィルパートナーと連携して受け皿となる新会社を設立する方向で、伊藤忠はやな、事業譲渡に関わる資金など支援に、最大200億円を投じることになると。でまあここで問題になるのが、ビッグモーターの、100% 株式は、兼重親子が持ってんねんな、これビッグモーターの、株式をこの親子が持ってるから、それをいくらで実質、引き取って、でこの親子が一切出入りできないようにして、でまあまあ従業員を引き継いで、運営って書いてますけど、まあ間違いなく従業員は3分の2ないしは5分の4ぐらいはいなくなると思いますね新しい人を連れてきて、でもういらんやつは全部切り捨てて、バサーッと切り落として、でまあ新しくまたビッグモーターでやるんでしょうね、多分。はい、これね。でまあこれとは別にと、ビッグモーターの持つ不動産などを引き継ぐ会社が不正請求問題の、対応に当たるということで、だから今持ってるビッグモーターの資産やな、ビッグモーターが持ってるお金に代わるものっていうのを、まあ引き継ぐ会社を作って、そこが不正請求等の問題に当たるというところかな。でまあビッグモーターではということで、従業員が故意に車を傷つけたりやとか、ノルマのためにまあ不正をねすごく行ってたと。で金融庁やとか国土交通省から行政処分を受けて、業績がまあ非常に悪化して、でまあ正直やけど、まあ今のビッグモーターでは保険を引き受ける会社はないやろ。それと、国土交通省も今のビッグモーターの体質ではやっぱり車検とかその辺のね、車検とかのまあまあ独立してやらせるっていうことについてはやっぱ懐疑的なんで、まあここを伊藤忠商事が入ることによって、
またね、元に戻るか戻れへんかなんですけど、まあこれね、創業者の影響力を排除して利益至上主義の風土を改革すればビッグモーター再建を可能と判断したと見られるっていうところなんです。これ見られるっていうところだけやからね、これちょっと待ってね、見られるだけやからね。うん、おそらく、多分、まあ引き継いだ後、どの人間がアウトかセーフかとかね、残るか残れへんかの、まあ、ふるい分けから始まってどれぐらいの資産があって、まあそれで200億円ぐらい見てるっていうことやから、それだけ払ったら、全てを掌握できると踏んだんであれば、まあいい買い物になるのかな。これ実はね、ここの下のところがね、あ、そうやなと思うねん、これ。伊藤忠グループは自動車販売やレンタカー事業など国内外で自動車関連事業を、まあ、幅広く手掛け、自動車保険を取り扱う保険の窓口グループも傘下に抱えると。中古車市場で大きなシェア占有率を持つビッグモーターの販売網や顧客基盤を生かしてグループの収益拡大につなげたい考えだと。ここでね、保険の窓口が出てくるんやけど、保険の窓口っていうか、まあまあ、伊藤忠の組織の中には、日本郵政やな、今の、ゆうちょで、むちゃくちゃやってた、ゆうちょでやってたやつらの一定数がこの保険の窓口に行ってるって言われてるんですよ。自分たちが会社におった時やな、日本郵政でね、国の事業でやってた時に、むちゃむちゃなことやってた責任を、取る前に逃げた人たちがここにいてるって言われてんね。相当数行ってるらしいからで今回もだから、おそらくまあまあビッグモーターのお客さんと、まあその組織をお金で買って、で誰かに責任取らせて、でまあ収益化するっていうことで、やっぱり商社って言われるのかな、商社っていうのはやっぱお金があるからやっぱ強いよね。銀行もね、ビッグモーターにお金は貸せへんと思うね。ビッグモーターにはお金貸せへんけど、伊藤忠やったらお金貸してくれるもんな。伊藤忠やったら。まあそう考えたんやったら、どうやろうな、真面目にしてる人は、真面目に働いてるビッグモーターの人は、これで救われるやろうけどね。やっぱり、自分のを鏡で見て、自分を鏡で見た結果、俺はあかんなってやってるからみたいな人たちはもうこの時点で多分もう、いなくなることになるんでしょう。はい。まああれからね、記者会見から以降、兼重息子やな、兼重息子が全然マスコミを追いかけなくなったよね。僕一回動いてる姿ぐらい見たいねんけどな、兼重息子は、やり逃げみたいな状態になってて、それを世の中が良しとするっていうこの今のスタイルがちょっとどうかと思うんやけどな。これね、まあ伊藤忠やったら多分まあ5年ぐらいあれば収益のなる会社になるんやろうけどな。ただビッグモーターが1位になるのかって言ったら、まあ、それはまた次の話に多分なるんやろうな。はい。ね、商社って言われる会社やな。商社って言われる会社はね、多分ね、ビッグモーターの人間じゃあね、ビッグモーターで働いているような人間じゃあ、伊藤忠商事の中の一部として働くって言ったら、相当きついで。さっき言っといてあげるけど、売り上げとか、金銭感覚とか、いろんな意味で、ちょっとビッグモーターにいてる人は、多分伊藤忠のやり方でついていけんのじゃないのかな。きついから。